10年後には、はい、みんなで月面に降り立とうっていうことなので、宇宙に飛んでいくときはこれ全部燃料電池なんですよね、はいはい、ですから新たな技術をっていうのと同時に、やっぱり伝統的に培ってきた技術も今回もっともっと熟成していかなきゃいけないので、まあ、エネルギー源は水素を使ってっていう、まあ、まさに僕たちがこれからやりたい、うん、まあ、月に水素の社会を作るぞみたいな、マイクロバス2台分ぐらいの大きさで、はい、まあ、あの4畳半ワンルーム程度って、まあ、言ってるんですけどね、その中で生活もできるっていうぐらいのサイズ、走りながら自動生成の地図をこう作りながら AI で走っていく、まあ、社長の言葉を借りると、うん、リアルの車に、まあ、バーチャルのこれからの技術を組み重ねたこの車をさらに月で実現するっていう、まあ、そういうことなのかなって思いますよね。これはJAXA とトヨタっていう、まあ、こういう組み合わせではなく、やっぱりいろんな技術を考えたときにトヨタの、まあ、ローバーの基本はあっても、そこに入る技術はオールジャパン、まあ、エンジニアの夢かもしれませんよね、はい、こういう宇宙に行くっていうのはね、はい、